じゃあね、エクスティンクションクリアする前に他のあのストーリーアークちゃんとクリアしとこうねっていう話の第一発目、ザ・アイランドやっていきましょう。で、ちなみになんだけど、モッドは、まあ入れないようにしとこうかなとか思ったんだけど、あれ、ザ・コレクション、あの、ほれ、なんだっけ、アーケロンとかああいうのが出てくるやつ、これだけはちょっと入れさせて。うん。これだけちょっと入れるわ。これだったらそんなゲームバランス崩すような敵も出てこないし、まあブラキオサウルスいるけど。そう、まあちょっとこのコレクションだけ入れてやっていこうかなって感じかな。うん。なんか、賑やかな方がいいじゃん。これだったらね、あのバランスブレイカーなモッドじゃないからね、そこまで。じゃあこれだけちょっと入れていきます。さてと、第一村人、カウルボネミスさんですね。いや、レベル低いな。4レベルか。信じられないね、なんか。ラグナロクとかセンターやってると、なんかラグナロクとかさ、あの他のマップやってるとさ、めちゃくちゃレベルが低く感じるよ。バルゲロじゃねえや。エクスティンクションですら結構レベル高いやつら湧くのに。土台、壁、収納ボックス。よし、OK。あの、罠の土台で何が辛いってさ、あの、他のさ、石とかさ、木とかさ、で土台を作るとさ、その分重量軽減されるじゃん、素材分。罠の場合さ、逆に重量増えちゃうんだよね。それがきついよね。さてと、じゃあとりあえずここに荷物は置けるから、ここに荷物を置いておいきましょう、どんどん。で、焚き火ももう置いて、よし。で、今は絶対使わない金属鉱石、石もまあ使わないだろ、これもいいや。で、あとはこれはいいや。あとは大丈夫、よし。とりあえず、わらと、ディルホかと思ったらペゴマスタックスか。よろしく。開始10分と経たないうちにもうすでに生物をテイムしてしまう男、さすがだね。手慣れてる。テイム方法ヤギなんですかこいつ。そうです、あの突き刺すとテイムできます。はい、あのよくある、あのほれ、よくあるあれですよ、あの敵、あの敵のあのなんかあ の中枢をブスッと刺すと、あのなんか改心して仲間になってくれるって、あれ。24レベですよ多分。レベル5くらいのディロホサウルスだったら、あの刈り殺してくれるはず、あの首を刈ってくれるはず。こいつ殺せるかな、もしかして。一撃一殺。いったわ。すげえ。一撃一殺だった、マジで。マジで一撃だった。マジで一撃か。へえ、レベル8とかになってくると、もうこうも簡単に倒せるか。で、川は何個手に入った ?49 個か。オッケー。よき。じゃあ、パチンコをまず作る。ん、待てよ。どうしようかな。ベッドは次か。オッケー。あれ、開けられるかな?白ってレベル、もう、何レベルから開けられたっけ?白って。この中にあれだな、衣服が入ってると見た。おう、ま、オッケー。ナイス、幸先がいい。素晴らしい。必要なものが全部入ってた。よーし、ボーラーが作れる。で、パチンコはとりあえず、まあ、1個作っといて、で、ボーラはまあ、あれだな、脅威の6個ぐらい作っとこう。いや、パチンコは予備だな。予備2つだな。そうだね、この最初のさ、こう、なんか、こう、ガシャガシャやらなきゃいけないことがめっちゃある、この段階がすごい。とりあえず、狙い目としては40レベとか50レベくらいのパラソルロフスあたりをちょっと狙っていこう。今見たぞ、俺は。バリオニクスいたな。バリオニクスがいた、今。バリオニクスって一応ボーラで止まるよね。レベルに関係なくテイムしてしまいたい感もちょっとありけり。ほら、いた、バリオニクスだ。いや、バリオか。レベルな。レベルによるけど、でも序盤バリオテイムできたら、割と楽やで。そうでもねえかな。わーい、僕の着るものが降りてきたぞ。わーい。あれだな、黒からに注文してたものが、あ、違うだ、あの、ゾーンのタウンから来た、に頼んどいたあれだ、あの、コーディネートお願いするやつだ。
わかんねえんだけど。来た、素晴らしい、来た、これが、これがゾーンタウンのあのオリジナルコーデだ。来たぜ、よしよし。まあとりあえずあれだな、夜明けるまで待つ。さてと行くか。あ、違う違う違う、来るかい、バリオニクス。あ、パチンコで誘導する。あ、それそうだ、なんでそれが思いつかなかったんだか。あ、またパチンコもう一個スロットにセットしとこう。へいや、こんなんだったっけパチンコって。おい、俺石切りやってんじゃねえんだぞ俺。はい、難しすぎるだろう。あ、来た、えいやー、レベルは16レベル。16レベル、どうなんだろう。さてテイムできるか、さてテイムできるか。何、逃走した、まさか。いや、あれ追いつけねえよ、あれ追いつけねえよ、さすがバリオニクス、あの速度。うわ、さすがバリオニクス、あの速度、一瞬で逃げやがった。待て、我は諦めないぞと思ったんだけど、ちょっと待って、クソか。いや、待った、何、戻ってきた。よし、危なかった、こいつそんな釣り寄せの技を。危なかったぜ、お前の策略にまんまとハマるとこだった。うわ、一瞬ハマったけど、お前の策略にまんまとはめられるとこだったぜ。なんて策士なんだこいつ、将来性あるぞ、仲間になったらなんかめっちゃなんかあれいいことしてくれそう。でもここ水の中じゃね、えいや、さすがにダメか。あの辺りに周回してるから、あそこの真ん中辺りを狙えば。くっそ、ほっそ、ダイエットしすぎだって、あのバリオニクス。もうちょい上か、こんなもんか。いや、狙いも悪くない。なんだてめえこの野郎、外野はほざくな、外野は黙っとれこの野郎、肉にもなりゃしねえ役立たずが。狙いは悪くないと思うんだがな。根気強く行こう、アンクは根気ゲー。この辺でどうだ、イメージとしては。ん、なんかとやり合わなかった今。待った、なんかとやり合い始めたぞ。おお、ヘレナちゃんどうした、なんだ、何かとやり合い始めたぞ。あ、陸に上がってきた。あ、こっち来たぞ。待って、眩しい。あ、来た。むずくね、パチンコ。パチンコのエイムってクソむずいな。オッケー。オッケーオッケー、じゃあちょっとこっち側に、あ、来てる、よし、ぜひこちら側に、ぜひどうぞこちら側にお越しください。え、
どうしてそこで諦めるんだ。あ、もうなんならここでいいよ、なんならここでいいよ、なんならここでいいよ。何こいつ、こいつそんな避け方を。あ、待って、え、待って、なんかすげえ、なんかすげえブレる、すげえブレるんだけど、何これ。バリオって溺れる、バリオって水中で飯食うっけ、眠らせたとして。ちょっと待って、バリオってさ、水中で、ね、眠らせたとして飯食うっけ。また向こう行っちゃった、くそ、やばい、あのままだと森の奥に消えちゃうな、くそ、ここが渡れればな。じゃ、とりあえずそこら辺のパラソルロストテーブルしますか。とりあえず。お、パラソルロストがスタックしてるぞ。お、こいつでいっか。やべ、ボーラ装備してねえじゃん俺。マジかよ。あれ、かかんなかった。なんかすぐ死にそう。なんかすぐ死にそう。なんかすぐ死にそう。まあ、死んだらか、死んだらあれだな、や、焼いて食ってやる。仮装というやつですよ。死んだら焼いて食ってやるから安心しろ。あ、寝たわ。あっという間だったの。え、で、イカダ来たか。イカダ来たか。よし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 。今ここで薬剣になって木集めても、そうか、あれが持てないのか。あー、オッケーオッケー。よろしく。いやー、この採取量がほんと助かる。この採取量がマジで助かるわ。さてと、イカダはクソも、クソも、クソもハゲチャビンだから、あれ？よし。なんか、大体中央、大体なんか中央に置くやつってこんなだったっけ？あれ？はい、作れるようになった。で、もうでき、あ、まだできる、オッケーオッケー。で、これで、あ、そっか、まだか、そっかそっか、川が必要になるんだよな、まだまだ、まだまだ川が必要だわ。まあ、とりあえずこれだけ入れとくか。よし、いらん。さて、簡易的なものではあるけれども、まあ草食恐竜のなんか何らかんらをテームするぐらいだったら十分機能するであろう。こっちだとどうだ。あ、こっち側ならいけるわ。まあとりあえずまずはあれ、さっき逃したバリオニクステームしに行くぞ。とりあえずバリオニクス行くぞ。プテラノドン邪魔すんじゃねえてめえ。あ、どこ行った。またここで待とう、ここで待とう。やつはきっと来るはず。しかも今お前なんかすげえ色だな、顔色悪いぞ。どこに行った。いやー、ちょっとここでやりたくないな。こっちが来てくんないか。いや、なんで逃げたあいつ。ここではやりたくないぞ俺。絶対邪魔されるやんこんなとこ。いや、あのトリケラやろっか、40レベルの子。バリューニクスな、変なとこまで行っちゃったな、本当に悲しすぎるわ。ただ問題は拠点からだいぶ近いこと。さて来るかな。ちょっとね、少し離れてくれてからの方がいいんだが、一応無抵抗な。こっち来てくれるか。来るか、こっち。よし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 。オッケーオッケーオッケー。
いや、トリケラは楽だね。どうせ後で作り変えるんだ。もう、遠慮せずに、ボコボコ、ボコスカぶん殴ってくれよ、お前。顔向けられると困るんだよな。おし、オッケー。あ、終わってるわ。トリケラテイムしてあったらやめますって言おうとしたらもうがっさり終わってた。どうすかな。じゃあ、とりあえず、いや、ここは、スロープつけらんないから、ちょっとここは一回ぶち壊しだな、ここは。これでベリー集めはだいぶはかどるだろう。で、あとは同レベルのラプトルくらいだったら、まあ、なんとか蹴散らせるはず、これで。